はい、皆さん、なぜこうやってお集まりいただいたのか、もちろんご存知だと思いますけれども、今夜ついに、世界で一番、ポピュラーなサッカーゲームである FIFA18 が、12時になった瞬間に、発売されますということでね、もう松木さんも間もなくっていう感じですよね。もうすぐだね、来たね、来ましたね、この日がついに18が間もなくキックオフされるということで、僕ちょっと体験版だけ少しやらせていただいたんですけども、まあクリロナの動きがもうすごいね。彼がクリスチャーノが目の前にいるかのようなこのリアリティ、ね、そうでしょうね。あれ皆さんどうですか、もう体験版とかちょこっとやれること機会とか、ね、まだですか。デモがデモ画面で僕お腹いっぱいになったんですよ。マジっすか。最初本当になんか放映されてると思って、サッカーの試合が、はい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 、ゲームだとちょっと気づかなくて、ね、下に PS4 があったんで、これがあってやっとなったと思いました。すごくないっすか。だってそもそもそのクリスチャーノの細かいドリブルの動きとかが、あとグリーズマンのあのレフト の、 そのアウトサイドの蹴り方とか、そう、あとステップとか、ステップとかなんかリアルだよね。僕も結構解説でね、いろんな国の試合をこう解説するじゃないですか。もちろんですよ、はいはいはい、でその時に、まあ、現地に行けない場合あるじゃないですか、はい、そこね、オフチューブつってこう、画面を見ながらやるんだけど、はいはいはい、本当ね、本物見てるみたいな、あのまま行けちゃう感じですよ。でね、観客がね、またすごいリアルなの、なんかこう動き方とかね、それも含めてね、観客のね、音とね、そう、臨場感、五感を直接刺激してくるこの感じ、あとね、ボールの回転ね、はい、ボールがね、こういろんな回転を見れるから、あれもすごいなと思いましたね。松木さん、どういうポイントをやっぱり期待されてるんですか。いや、やっぱりもう年々良くなってきてるというかね、17、18と、はいはいはい、まあもうね、成長すると同時にね、大人になっていくのと同じようにね、このリアル画面がね、相当いい感じになってますよね。まあ、まあ重なりますけどね、ボールの回転もそうだし、ステップもそうだし、あとは喜び方もそうだしね。アレク、皆さんいかがですか。そうですね、正直そのゲームの内容っていうのはちょっと僕そのあまりゲームもやらないのであれですけど、こう世界同時発売じゃないですか、うん、その時に世界中がどんだけ このゲームを待ち望んでたかっていうリアクションとかもちょっと楽しみたいなって思います。クリスタイム世界チャンピオン、そう、ワールドチャンピオンのアレクからしてもうマジシャンじゃないですか。だって先ほども控室でパン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 見てるので、それだけ見てるだけでも楽しかったからね俺もうお腹いっぱいですか、うん、食べてると思いますからそういう魔術師からして、どのような技の、どのようなさ、どのような選手のどのような技とかも注目したりとかしてますか。あ、そう、サッカー選手ですね、はい、サッカー選手はやっぱり僕たちみたいになっちゃうと足技が長けてる選手、こう例えばそのレイン・ネイマー選手だったり、クリスチャーノ・ラウンド選手だったり、はい、やっぱりそこにこうスポットを当ててこう注目する部分はやっぱ強いですね。あ、じゃあステップとかこうね、ボールタッチをこうね、フォーカスしてみたりね、はいはい、できるというで、もちろんネイマールもパリ・サンジェルマンに移籍してますから、それもちゃんと FIFA18 では反映されていると思います。はい、いいですね。あともう一つ、サッカーといえば、まあ、ゴールですよね、うん、ゴールを決めた後のゴールパフォーマンス、これもなかなか注目するポイントじゃないんですかね、松木さん。やっぱりこれはもういろんな選手のね、特徴ありますけども、俺はクリロナだね。やっぱクリスチャーノ、これだね。ちょっとこれ、松木さん、これだね。そんな感じですか。ちょっとジャンプ力が足んないけどね。クリスチャーノ、アレックの皆さんいかがですか、注目しているゴール。そうですね。誰が決めるのか、パフォーマンスとか。ね、やっぱりこう、僕ずっとサッカーをやって育ったので、やっぱりカズ選手の、ゴールパフォーマンスで一番こう、はいはい、ずっと見て育ったので、一番未だに好きです。カズダンス、カズダンスね。ちなみに僕、いろんなゴールパフォーマンスの中でやっぱり好きなんですよ、これが。あ、長チョブ、インテル、ユート。いやー、お辞儀を、だけど長友選手のお辞儀も最高ですよ。それだけじゃなくて、いかつい絶対お辞儀しなさそうなバロテリそう、イタリア人かね。バロテリとか、それこそイブラですよ。イブラヒモビッチが例えばこのアルティメットっていうね、ゲームプレイの中では自分のチーム作ることできますから、変な話、ペレ、メッシ、クリロナの3トップでできるわけじゃないですか。ペレもいけんの。そうだったら、左サイドバック長友で、センターフォワードイブラで、お互い同士にお辞儀するパフォーマンス。
やばくないですか、それ考えるだけ。ヘレン大阪だね、これ古いね、ちょっとね古いね。いやいや、好きですよ。ヘレシンプルだったからね。ヘレはシンプルでした、喜び方がね。はい、あとの定番なのが、あのアンリがよくやってたんですけど、これですよ、ね、あ、地面スライディングして、ね、でもこれをロッペンが一回やろうとするんですよ、バイみたいに引っかかっちゃう、引っかかった、ね、そうそう、そういう、それ何回やったのったら、ロッペンって言ってね。松木さんに、はい、松木さんどうぞ。 J リーグも収録されてるんですけど、J リーグのチームを全世界でもプレーしてもらえるっていうことについては、いや、これは大きいですよね。だからいろんなパフォーマンスを、まあ多分ね、その世界の人たちが知らないパフォーマンス、もう素晴らしい選手いますから、そういったパフォーマンスをね、みんなが楽しんでもらえるっていうのは、これはいいですよね。で、かなりね、表情とか顔出しとかもうぴったりですから、もう今まで以上ということで、その辺も含めてですね、楽しみでもらえるんじゃないかなと思いますね。ちなみにゲームの解説とかにも興味があるんですか。やりますか、じゃあ。やりますか。今日きっかけ、今日やっちゃってください、お願いします。やっちゃいますか、